ブラックジャック21。謎の組織の恐るべき陰謀、銃撃されたブラックジャック、命の行方は。そしてついに明かされる父と母にまつわる衝撃の真実。ブラックジャック21は P&G とご覧のスポンサーの提供でお送りします。21年前に私と母を捨てた父狭間影光との再会、その直後から私の命を狙う謎の組織、全ての秘密を知る男ドクトル・ジョルジュがいるというニューヨークで、私は恩師の本間先生から手出しを禁じられていた謎の心臓病本間血腫の患者に出会った。なぜか患者の心臓を狙い暗躍する組織、そしてくれたのか。母さんのペンダントが助けてくれた。何としても母を助けたい。お願いします、ブラックジャック先生。行くぞピノコ。やめんちゅう。麻酔効いてきました。ああ、もしもし、そちらに至急用意してもらいたいものがある。私はブラックジャック。金はいくらでも出す。先生、今すぐ会いたいという方が。手術中だ。後にしてくれ。それがあちらも緊急だと。ブラックジャックという方なんですが。なんだって。ブラックジャック先生。メス。最強機。監視を。すごい。こんなにも早く正確に。やはりブラックジャック先生は天才だ。本間血腫とは世界にも稀な病気であり、記録では過去に十数例しか報告されていない。しかもその十数人はいずれも死亡している。その症状は心臓周辺にある血管に血の塊、つまり血腫ができて血栓となり、心筋梗塞、脳梗塞、肺梗塞などとよく似た症状になる。そして本間血腫ではこの血栓が血管の至るところに発生し、いくら患部を切除してもすぐにまた別の血管に血腫が現れ、ついには心機能不全で患者を死に至らしめるという恐ろしい病気なのだ。この病気には決して手を出してはならない。いかに君が天才でもこれだけは治すことはできない。なあブラックジャック君、人間が生き物の生き死にを自由にしようなんておこがましいと思わんかい。申し訳ありません本間先生。
あなたの忠告を無視してこのオペに挑戦します。ブラックジャック先生、心労に達しました。やはりそうか。本間先生の言ったことは本当だった。ええ、この目で見ても信じられません。先生、その心臓がどうかしたんですか？わからないか。これは人工心臓だ。まさか本物そっくりだ。よし、一度閉胸しよう。第一ラウンドはここまでだ。ブラックジャック先生、ここに何か書いてあります。ルーペオ、ヒュドラ KH0202 極秘。なんだ、なぜここに。はい、ターゲットのキャサリン・バートを確認しました。ですが、もう手術を開始しています。ああ、聞いているよ。しかし我々が回収してもらいたいのは KH0202 だけだ。夫人の生死は問わない。どのみち人工心臓を外してしまえば生きてはいられないでしょう。なあ、構わんよ。ああ、そうそう、昨日の報告にあったブラックジャックの件だが。何か。彼はまだ生きておる。しくじったな、ベニトカゲ。申し訳ありません。ブラックジャック。つまりホンマ血腫とは人工心臓に起因する虚血性疾患だったんですね。本間先生がこの疾患を発表した当時、完全埋め込み型の人工心臓など存在しなかった。あの頃の医学界やマスコミの誰もが信用しなかったのも無理のない話だ。ましてやソケットや充電装置もない自家発電型の人工心臓なんて、科学が進んだ現代だって開発されてない。一体どこの誰があんなものを。お母さんの医療記録にはこのことは記載されてないんですか？ええ、でももしかしたら私の父が。いや、無理だ。こんな心臓を開発するのは国家プロジェクトでもなければ不可能だ。あるいは世界的規模の医療組織。ヒュドラか。ブラックジャック先生、母の手術第2ラウンドはいつ開始しますか？もうすぐ私が依頼しておいたものが届くはずです。それが来たらすぐに。それは何かの装置ですか？ええ、ですがそれでも助かる確率は 50% といったところでしょう。大丈夫だよ。ブラックジャック先生にかかればどんな病気だって治っちゃうんだから。そら、これ落ちてたよ。でもこれね、スペードのエースに穴が開いちゃったの。もう何もかもあいつが悪いのよ。さ、容体はどうだ？まだ意識が戻らないの。母さん、母さん、きっと治してあげるからね。母さんか。母さんが生きていたらあれくらいの年齢か。ペンダント壊れちゃったね。ああ。これは、これマイクロフィルムだ。なんでこんなところに。バート先生、こちらのコンピューターでこれを解析してもらえませんか？わかりました。かけみつ、母さん、かけみつ、ミオにあげるペンダントね。あなたは本当はミオを愛して。なぜ私の両親の名前を。心配ない、眠っただけだ。ブラックジャック先生、ご依頼のものが届いたそうです。よし、行きましょう。バート先生、何としてもお母さんを助けたい。これは人工心臓では。
そう、外部電力供給型完全埋め込みタイプの人工心臓、現在手に入る最高級のものです。しかしそれでも母の中にあるものより劣っている。わざわざ交換するなんて。確かに今よりは不自由になるでしょう。だが命を長らえるためにはこの心臓に交換するしかない。それなら然るべき臓器提供者から人間の心臓を移植した方が。その方法は本間先生がすでにやっている。その結果、一度本間血腫を発症した患者は新たな心臓を移植しても再発すると分かった。そんな、なぜだ。それはあの人工心臓を調べればいずれ判明すると思います。無論念のため全血液を交換します。わかりました、人工心臓を取り替えましょう。人工心臓作動。人工心臓作動。作動を確認しました。成功だ。やりましたね。ありがとう、ブラックジャック先生。信じられん。取り外してもまだ動いてる。こんなもの一体誰が。すぐにスタッフに調べさせます。あ、バート院長、さっきのマイクロフィルム解析ができました。ぜひご覧ください。すごいものが入ってましたよ。すみません、見づらいでしょ。どうも意図的に傷つけられたみたいで、画像処理します。これは、これ人工心臓の設計図ですよね。それもたった今我々が取り外したばかりの高性能人工心臓だ。日付は1970年。そんな昔に作られていたなんて。電源供給はどうなってる。どうやってこの心臓は動いているんだ。この設計図ではそこはブラックボックスになってます。別の設計図があるのかも。設計者狭間影光。狭間影光、親父がこの人工心臓の設計者だっていうのか。信じられん。後にしてくれよ、今手が離せないんだ。これはすごい発見になるぞ。悪いわね、急いでるのよ。ボスに渡しなさい。先に戻っていて、ソウリュウ。やり残した仕事があるの。ありがとう、ピノコちゃん。あ、チェンチェン。ブラックジャック先生、ビルから聞きました。本当にありがとう。奥さん、どうしてもお聞きしたいことがあります。あの心臓は、奥さんの胸にあったあの人工心臓は、狭間影光という男から提供されたんですか。懐かしい名前だわ。影光と美代に私は命を救われたの。それは私の両親なんです。やっぱり影光にそっくりだもの。母さん、ブラックジャック先生のご両親を知ってるのかい。ええ、もう40年近くになるわ。私とあなたのお父さんベント、そして影光と美代はこの病院で働いていたのよ。私と美代は気の合うナース同士。ベント影光は大学時代からの親友。
バート委員の跡取りであるベンと研究熱心な影光はなぜか気が合っていたようでした。ところがある日。この病院を辞める？なぜだ？何が不満なんだ？不満なんかないさ。ただ今やっている研究を続けたいだけだ。研究ならこの病院でだってできるだろう。今度参加するプロジェクトには世界中から名医が集まってくる。あのクロイツェル博士やシュタイン博士も参加するんだ。一体何の研究だ？お前がやっている人工心臓の開発とどういうつながりが？すまないがこれ以上言えないんだ。悪く思わないでくれ。ミオ、大変よ。影光が病院を辞めるって。え、本人から聞いたわ。聞いたって止めなかったの？だって彼が決めたことだもの。これも運命だと思うわ。ミオ、待ちなさい影光。君か、ちょうどよかった。これをミオに渡してくれないか。彼女今日が誕生日なんだ。いやよ、自分で渡しなさい。そうか、じゃあいつか再会することがあったら渡すことにするよ。影光、あなたミオを愛しているんでしょ？ああ、愛している。だったらなぜ別れるの？影光、待ちなさい影光。卑怯者、あなたは卑怯者よ。親父はその時ノワールプロジェクトに参加したのか。その後私はベンと結婚し1年が経ちました。もうキャサリン、ダメよ。重いものをしちゃお腹の赤ちゃんに悪いわ。私は大丈夫よ。あなたこそ元気を出しなさいね。私は別に。もう影光なんか忘れていい人見つけなくちゃ。私が占ってあげるから。キャサリン、キャサリン、キャサリン！突然の心臓発作でした。当時臓器提供者はまだ少なく、ドナー不足が大きな問題になっていました。頼む、すぐに心臓移植しないと。もう助からないんだ。なんとかならないか。妊婦なんだ。親子二人の命がかかっているんだ。キャサリン頑張って、きっとベンが何とかしてくれるわ。ベン、ベン、ドナーは見つかった？ダメだ、どうすることもできない。そんな、まだ諦めるのは早いわ。しかし移植できる心臓がどこにもないんだ。心臓ならここにある。影光、おそらく現在世界最高の人工心臓だ。使うといい。一体どこでこんなものを？そんなことはどうでもいい。ただこのことは俺たちだけの秘密にしてくれ。外部に漏れると命を狙われるかもしれない。あ、分かった。急げ、キャサリンと子供の命がかかってるんだろう。すまない、ありがとう影光。影光、怪我をしてるのね。まさか撃たれたの？ただのかすり傷だよ。ほら、君も早く行かなくちゃ。そうね、行かなくちゃ。後で必ず怪我を見せてね。どこにも行っちゃダメよ。ようやくこいつが渡せるかな。そして私はその人工心臓で命を救われたの。そんなことがあったんですか。影光とミオがいなければあなたもこの世にいなかったのよ。二人はその後どうしました？結婚して日本に帰っていったわ。とても幸せそうだった。ブラックジャック先生、影光は
ミオを愛していたわ。多分今も。そんなはずはない。あの男にそんな心が残っているわけがない。あいつは私と母を捨てて逃げた男なんだ。今も母を愛しているはずがない。ブラックジャック先生、今度はハートなんて狙いませんわ。まっすぐ頭を狙ってあげる。はい。何ですって？わからんか。ブラックジャックの抹殺は中止だ。あの男には利用価値がある。そんな。あの人工心臓盗まれちゃったんだってね。ああ、せっかく掴んだ手がかりだったのにね。そうだな、本間先生。少しずつですが掴めてきたようです。本間決死の謎もノワールプロジェクトのことも。どうしたピノコ。院長が教えてくれた。そこに第三の男ドクタージョルジュがいる。ただしと山奥だそうだ。覚悟しておけよ。いいね。ピノコには自然の方が合っているのよ。じゃあどこだって構わない。全てを知るためなら地の果てまでも行ってやる。バラバラだった全ての点が今一つにつながっていく。21は D&G とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。謎の組織の恐るべき陰謀、治療不可能の奇病フェニックス病の秘密がついに明らかに。ブラックジャック21ネクストカルテ、黒い医者の宿命、死神ドクターキリコ登場。シェラクを探せ。ここにいた。